文化庁メディア芸術祭は文化庁メディア芸術祭実行委員会が主催しているアートとエンターテインメントの祭典。芸術性と創造性を持つ優れたメディア芸術作品を表彰することを目的に1997年度から毎年実施されている。また、受賞作を対象に展示会や関連イベントなどが行われる。 アート部門、エンターテインメント部門、アニメーション部門、漫画部門の4部門について、大賞、優秀賞、新人賞を選定。また、第5回と第6回には、特別賞、第7回以降は、厚労賞が授与されている。受賞者にはそれぞれトロフィー、賞金、そして、文部科学大臣賞が贈呈される。実施当初は、デジタルアート、 デジタルアート、アニメーション、漫画の4部門だったが、2003年度から現在の4部門に変更された。2002年からは、受賞作品を中心に、司法展及び地方巡回事業が実施されている。以上のほか厚労省が個人に対して授与される。各年度の対象作品を示す。ここでは便宜上、デジタルアート部門と共に扱う。 各年度の対象作品を示す。ここでは便宜上、デジタルアート部門と共に扱う。各年度の対象作品を示す。各年度の対象作品を示す。主催は文化庁だが、地元の美術館などが主体となって、企画、運営することが多い。ありがとうございます。